今季上位フィニッシュできずここまでノーポイントでしたが、土曜日の予選で5位に入りました。決勝レースに勝負をかけ、2人のドライバーが力を尽くし、ピットワークではメカニックの皆さんがノーミスで車を送り出し、見事今季初優勝を果たされました。一つ山チームのメカニックの皆さんの奮闘をたたえ、 ZF 賞をお送りいたします。おめでとうございます。21号車チーフメカニックをやっている田村といいます。今日本当は、タイヤ2輪交換でタイヤが持つかなと思ってはいたんですけども、それが功を奏していいところに行って、タクロの方も頑張ってくれましたし、まあ、車作りの方も川端の方が頑張ってくれましたので、その結果優勝というものを掴むことができました。本当にありがとうございました。今回ですね、メカニックさんたちには、まあ、かなりのね、苦労をかけてしまったんですね。で、というのも、金曜日のミーティングから、急遽車を、かなり、変えてもらうことになって、夜遅くまで、車のメンテナンス、セッティング変更をしていただいたり、今日もですね、ピット作業もとても素晴らしかったですし、そういった皆さんのメカニックの皆さんの、働きがですね、優勝につながりました。本当に感謝しています。ありがとうございました。先日のオートポリス戦から茂木富士となかなかスパンが短い中でのレースにはなるんですけれども、その中でメカニックさん方がノーミスで準備を行ってくださったおかげで、今回無事に走り切って優勝することができました。本当にありがとうございます。正直今回何か特別なことをしたというわけではなく、その今まで普通にやってきたことがやっと、まあ、このシーズン後半に来てまとまってウィークポイントもなく普通に仕事ができたっていうところで、まあ、こういう結果になったと思ってます。個々の力を本当に発揮してまとまって仕事をやってくれて、それが成果につながったんだと思うんで、本当に感謝してます。